is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, sesame-like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Malaysia Airlines flight number 370. The plane was a scheduled international passenger flight that disappeared on March 8, 2014, while flying from Kuala Lumpur International Airport near Kuala Lumpur to Beijing Capital International Airport in Beijing, China. The flight last made voice contact with air traffic control at midnight when it was over the South China Sea less than an hour after takeoff. The aircraft disappeared from air traffic control's radar screens after about 1 hour. Where has it gone?マレーシア370便、ボーイング777型機、2014年3月8日にその消息を絶ちました。が、それから1年4ヶ月後、その飛行機の残骸がレユニオン島で見つかりました。2015年の7月29日のことです。で、残骸発見当時は、その残骸はマレーシア370便のものであるというような報道がなされました。ボーイング777型機で海上で消息を絶ったのはそのマレーシア370便だけ。残骸はボーイング777型機のもの。だったら誰しもそれでその事件は解決したものと考えました。私もそう考えました。がしばらくすると様子がおかしくなりました。その報道は取り消され、慎重に調査中というような報道内容に変わりました。もう一回繰り返します。7月29日、残骸らしきものを発見。8月4日、マレーシア370便のものと発表。8月12日、マレーシアのナジブ首相が370便のものと確認。が、同日8月12日、マレーシア交通省は、そう判断するのは時期尚早と。ネイバーサイトがそうした経緯を詳しく説明しています。ネイバーサイトから引用します。消息を絶ってから523日後、8月12日、マレーシアのナジブ首相は、まあ、マダガスカル沖のですね、フランス領レユニオン島に打ち上げられたジェット機の一部が、1年4ヶ月前から行方不明となっているマレーシア航空370便のものであると確認した。それからすでに4ヶ月近くになっているが、未だに正式な報告はなされていない。同じく523日後、8月12日、が、同じ日、マレーシアの交通省は、10日、モルジブ航空当局から関連海域での航空機の残骸と見られるものが見つかったとの報告を受け、調査チームを現地に派遣することを決めた。現時点で空の残骸がマレーシア370便のものであると断定するのは、時期尚早とする声明を発表した。
まあ以上がネイバー、まあウェブサイトからの引用ですけども、そして今どうなっているかと言いますと、2015年11月16日は、次のようになっています。マレーシア370便の残骸の捜索活動が続くインド洋のフランス海岸圏、レユニオン島で様々なものが発見されている。しかし、ボーイング777型機の残骸と見られるものは未だ発見されていないと。まあ二転三転したわけですね。まあ実に奇妙な事件です。まあ、消息事件と言っていいのでしょうかね。行方不明事件と言っていいのでしょうかね。もうそのものも謎ですが、レニオン島に打ち上げられたという残骸についても謎だらけです。一度は777型機の残骸が見つかったと報道されながら、現在は発見されていないと。まあ、確認されていないと。が、ここでは別の角度からその謎について考えてみたいと思います。つまり、その残骸に焦点を当てて考えてみたいと思います。で、実は、これに似た事件、つまり、残骸発見という事件が、1978年10月21日、オーストラリアで起きていたのです。その夕刻、まあ、この、その前の事件ですけども、オーストラリア人パイロットが、オーストラリアの南端、オッツエ岬の先で消息を絶ちます。バレンティッチ事件と呼ばれる、まあ、失踪事件が、それです。その事件についての動画は、この動画の後につなげておきますから、またそれをご覧になってください。この事件の時も、実に不可解なことがその後起きました。その失踪事件から6年近くも経った1983年の7月頃、フリンダース島でその飛行機のものともあれる残骸の一部が発見されました。実際にはそれ以前に残骸が島に打ち寄せられていたのかもしれませんが、ともかくも残骸の一部が発見されました。セスナ機のカウルフラップと言われている部分の、まあ、部品がその残骸です。それについての報告は私の方で翻訳しておきましたので後で紹介します。が、この事件についてはですね、まあ、先に挙げたマレーシア370便の失踪事件と同じように実に奇怪なことが起きたということですね。共に金属部品がですよ、金属部品が打ち上げられていたということです。マレーシア370便については、翼の一部と見られる大きな部品が打ち上げられたということですが、私はその中に一枚の写真を見つけました。それをここに紹介しましたが、しますが、どう見ても金属部品です。その金属部品がレユニオン島に打ち上げられていたというのです。一方、バレンティッチ失踪事件でも同じように金属部品、すなわちですね、カウルフラップが打ち上げられています。カウルフラップというのは材質はわかりませんが金属製です。少なくとも木材とかプラスチックというようなですね、水に浮かぶような物体ではなかったはずです。で、調べてみましたが、アルミニウムを基本にして作られる合金で一番軽いもの、例えば、一番軽いもの、まあ、アルミニウム2000、まあ、ジュラルミンですね、がありますけども、比重は 2.6 前後です。つまり、水のですね、重さの 2.6 倍です。どんなに波にさらわれたとしても、そうした金属部品がですね、水の中で浮かぶということは、物理学の法則から考えてもありえないことです。ありえないことはありえないのです。そのありえないこと、つまりその、まあ、金属製の部品がですね、打ち上げられたという、まあ、ありえないことが起きたのです。もっとも今はですね、777型機のものではないと否定されていますから、この部品がマレーシア航空370便のものでないということにはなります。が、それにしても、こうした金属製の部品を見ながらですね、どうして当初、残骸発見と世界中が大騒ぎしたのでしょうか。まあ、バレンティッチ事件の時もそうです。水に浮かんで漂流するような物体でないことは、誰が見てもすぐわかることです。ますます謎が深まります。ともあれ、1978年10月21日に起きたバレンティッチ事件の動画を改めて皆さんに報告します。なお、その前にしっかりと確認しておいていただきたいことがあります。つまり、これから1978年にオッツウェイ岬のね、沖で起きた、まあ、フレデリック・バレンティッチ事件の詳細を報告しますが、だからといって、マレーシア370便の行方不明事件にエイリアンが絡んでいたと私は言っているのではありません。この動画の中で私が言いたいことは、そもそも金属の部品が数千キロも離れた島に打ち上げられるというなどということがですね、あり得るだろうかということです。オッツウェイからフリンダース島まで、すなわちですね、カウルフラップが発見されたフリンダース島までは400キロ。マレーシアから、まあ、今回ですね、まあ、今回と言いますか、その部品、マレーシア370便のですね、部品らしいものが発見されたレユニオン島までは5800キロです。報道写真によれば、大きなフラップが紹介されていますが、そもそもフラップなるものは、
水に浮かぶものなのでしょう、なのでしょうか。いわんや金属部品です。私ならそうした部品を見た瞬間、ありえないと否定したことでしょう。がなぜ否定しなかったのでしょうか。つまりこのことはフリンダース島で発見されたカウルフラップについても言えることです。が言い換えると、バレンティッチ事件でも、マレーシア370便の失踪事件でも、同じような金属製の物体の残骸発見という奇妙な現象が起きたということです。まあ奇妙な事件がですね、報道されたということです。なぜそうした金属部品を見ながら残骸発見ということになったのでしょうか。あるいは本当にその飛行機のですね、残骸発見だったのでしょうか。なぜそのように判断したのでしょうか。私はここがおかしいと言っているのです。最後にもう一度謎を整理しておきます。1978年に、フレデリック・バレンティッチの操縦するセスナ 182L がですね、オツエ岬の先で消息を絶ちます。そしてその5、6年後にですね、それから400キロ近く離れたフリンダース島で、そのセスナ 182L のですね、カウルフラップのが発見されるわけですね。で、それはセスナ 182L のカウルフラップであることは分かってるんですけども、まあ、結論はですね、まあ 182L のカウルフラップであることは間違いないんだけども、まあ消息を絶ったバレンティッチの乗っていた飛行機の、まあ、操縦していた飛行機のものであるということには断定できないということで、まあ終わってるわけですね。まあ考えてみればですね、そんな金属部品が400キロも、まあ移動するわけがないわけですね。同じようにマレーシア航空370便についてもですね、まああの、2014年に消息を絶つわけですけども、2015年の7月にその部品らしきものが、レユニオン島に、まあ打ち上げられるわけです。で、その中に、まあ金属、まあ、の部品が混じってるわけですよね。で、それは777型機のものであるということで、当初は考えられていて、そしてイコール370便の残骸であるというふうに考えられたわけです。というのは、海上でですね、消息を絶った今までの777型機の中ではですね、その、まあ、マレーシア航空37便以外にはないわけですからね、まあ、777型機のものであるとするならば、まあ、当然それは370便のものであるとなったんですけども、どうもそうでなくなってきたと。ということで、まあ、370便のものではないということになって、同時に、まあ、777型機ではなかったというふうに、まあ、結論付けられたわけです。まあ、というような、まあ、二点三点してですね、まあ、謎が謎を呼ぶという状況が今続いているということになります。まあ、続くビデオどうか、まあ、ご覧になってください。Bye for now. My strange memory in Otway, Victoria, Australia. This is a Japanese edition for Japanese-speaking people and an English edition for English-speaking people.Will follow after about 12 minutes. Thank you very much. 私がオーストラリアの最南端、オツエ岬で経験した奇妙な体験を話します。ここがオツエですけども、その時1971年の2月か3月だったんですけども、ここに友人のビーチハウスがありました。現在は建て替えられています。その斜めに横切っている道路がグレートオーシャンロードです。第一次大戦のですね、退役軍人たちが、まあ、建設した道路です。で、このモニュメントが右上にありますけども、このモニュメントから歩いて数分のところに友人のビーチハウスがありました。この景色はそのあたりから、まあ、向こうの半島の先にですね、ローンという港町がありますが、そのローンの方向を見た景色です。これが、いわゆるグレートオーシャンロードのモニュメントです。この先って言いますかね、ここから歩いて1、2分のところに友人のビーチハウスがありました。私はですね、2月から3月にかけて、約1ヶ月ほど、このビーチハウスで夏休みを過ごしました。で、そこで経験した話を話します。で、今、この印をつけたところがビーチハウスです。で、視点を上に上げてみます。で、その、まあ、この画面で言えば左方向にですね、ローンという、まあ、港町があります。で、その、まあ、ローンでですね、正月を過ごし、そして2月か3月だったと思うんですけども、私と友人は
そのオツエ岬へ行くことにしました。まあ遅い朝食を食べて、そしてお母さんがですね、ランチバスケット、まあバスケットの中に、まあ食べ物と果物をね、用意してくださいまして、で、それを持ってフォルクスワーゲンで、オツエと向かったわけであります。で、そこから約30分ほどのところに、まあ30分かからなかったと思うんですけども、ローンという、ここですね、静かな港町があります。まあ私はですね、まあその友人のビーチハウスに住んでいるときには、このローンまで来て、まあパブですね、それからミルクバーと言いまして、まあいろんな雑貨だて、雑貨であるとか食べ物を売っている店がありましたので、まあよくと言いますか、ほとんど毎日のようにこのローンへやってきて、まあ一日過ごして、そしてまあこの辺りで泳いだわけです。まあサメがいますからね、きちんとした場所で泳がないと危険なんですよね。まあローンはそういう意味では、海水浴場には、網と言いますかね、そうしたものが張ってありますので、まあ安全だったわけです。で、そこのローンからさらに南下します。で、その時はですね、このローンで友人と言いますか、私の友人ではなくて、その友人の友人に会いました。芸術家だったんですけどもね、まあ、どこか、なんて言いますか、アジア人嫌いのような感じの芸術家でした。で、まあ、そそくさにその場を離れて、アポロベイへ向かいました。まあ、アポロベイというのも港町ですけども、左下ですね。まあ、必勝地ということになってまして、まあ、大変美しい、まあ、港町です。で、このアポロベイを通り過ぎまして、そして、オツエへと向かったわけです。で、オツエまであと少しというところでですね、その山の中って言いますか、ブッシュって言うんですけどもね、ブッシュの中に入りまして、そこで、まあ、お母さんが用意してくれた、まあ、昼食を食べました。まあ、座るところがなかったもんですから、二人でフォルクスワーゲンの屋根の上に座って昼食を食べました。で、そこからはですね、オツエの岬までは、まあ、30分はかからなかったと思いますね。まあ、2、30分と言いますか、まあ、ほとんど、まあ、オツエの岬、一番下、左下の方に半島が見えますけども、ここがオツエ岬です。その後、まあ、分かったことですけども、バレンティッチ、あのセスナ失踪事件、の他にですね、この辺りは UFO の出没地として知られるようになりました。で、右上がですね、友人のビーチハウス、ローンですね、そしてアポロベイ、そして、左下がですね、オツエという位置関係にあります。で、ずっとこの、周りをですね、グレートオーシャンロードが取り囲んでいます。左下がオツエです。で、このオツエを目指したわけです。で、そのオツエで、の手前で昼食を食べて、そして、オツエの、まあ、岬へと向かいました。で、距離はですね、まあ、9.6 キロ。まあ、車で30分かからなかったんですよね。ですから、アポロベイまでがですね、35キロですから、まあ、オーストラリア人というのは、日本人と違いまして、猛スピードで走りますからね。まあ、しかし、まあ、交通規則が最近は厳しくなりましたけどもね、まあ、そうですね。1時間前後で行くわけですよね。そして、アポロベイからオツエまでが 17.6 キロですから、やはりまあ40分の距離ということになるわけです。30分前後ですね。ですからまあ全体でも、まあまっすぐ走っていけば2時間前後で行ける距離ですよね。63キロですからね。まあ直線距離にして63キロでオツエへ着いたわけです。で、昼食をオツエの手前で食べて、そしてオツエの岬へと行きました。で、今はですね、Google で見えますと、まあ、そのなんか観光地にもなっていますけども、当時はですね、まあ本当に、のっぱらって言いますか、雑草の生える、ただっぴろいのっぱらっていう感じでした。何も建物はなかった、と記憶してます。ありませんでしたね。で、ここがケープオツウェイです。いわゆるまあ、UFO の出没地ということになります。バレンティッチ、セスナ、失踪事件が起きた、まあ、現場ということになります。で、ここに、その、灯台があります。で、やや上の方に広場らしきものありますね。で、そこまでは行きましたんですけども、灯台のところまでは私たちは行きませんでした。で、その広場のどこかに車を止めてですね、そして二人でこんな相談をしたわけですね。何かをしよう。記念になることを何かしようって、まあ、二人で相談してですね、そうだ、第一にキスをしようと、ということになったわけです。これが大津江、岬の灯台です。で、その灯台のかなり手前のところで、まあ私たちは、まあ
地面にですね、正座して座って、そして手のひらを広げて、ちょうどイスラム教徒がですね、礼拝するように大地に手をつけて、そして二人でですね、多分東の方を向いてしたんじゃないかと思いますけども、両手をついて正座して、まあ、かがんだんですね、二人でね。途端に二人とも眠ってしまったんですよ。それまた異常な経験でしてね、炎天下ですからね、まあ、オーストラリアの2月3月っていうのは、まあ、日本で言ったら9月前後の気候ってことになるわけですけどもね、炎天下の、大津江の岬の広場で眠ってしまったんですね。で、次に記憶の中で覚えているのは、私が体を起こすところでした。と同時に、まあ、友人はですね、D 君は私の右にいたんですけども、右の方を見ますとですね、ちょうど一緒に体を起こすところだったんですね。で、私が体を起こすと同時に、まあ、彼もゆっくりと体を、正座した状態で体を起こしました。で、その後ですね、私たちは何かしらこう、静かになったのを覚えてます。そして帰ろうということになりまして、帰途に着いたわけですけども、その時にアポロベイまでやってきたんですよね。まあ、7キロ前後の、ところにあるアポロベイへやってきて、お腹が空いたもんですからね。そのアポロベイのこの入り口のあたりにレストランがありましてね、道路の、入り口あたりって言いますか、アポロベイの、まあ、下の方ですね。レストランがありましたので、そこのレストランへ入って、ピザを食べたんですね。それをよく覚えてるんですよ。そして、ピザを食べて、そのレストランを出たら、このあたりですね。出ましたら、あたりはもう真っ暗だったんですね。で、ちょうど日本とは、逆の季節と言いますか、なってますので、まあ、当時はですね、緯度、経度を計算してみたんですけども、まあ、7時半頃までは明るかったはずですよね。まあ、遅くとも7時頃には、までは明るくて、で、それからまあ、イーブニング、夜になるわけですよね。で、このレストランだ、あたりでレストランいくつかあったと思いますけども、そのレストランを出た時には、あたりは真っ暗だったんですね。真っ暗だったんですよ。で、ピザを食べて、まあ、出て真っ暗だったということです。で、その話をですね、まあ、友人、先ほどのビーチハウスは別荘ですからね。で、メルボルンの、まあ、ビクトリア州のですね、第二の大都市の、まあ、ジーロンという大きな町があるんですけどね。昔は羊毛のね、出港地と言いますか。ここから世界中に羊毛が輸出されたんですけど、このジーロンのその友人の自宅に、まあ、いたわけです。そして、ちょうど一週間ぐらい経った時だったんですけども、夜ですね。で、私がその友人に話しかけたわけです。なあ、おかしいと思わないかって。どう考えても時間が合わないよって話になったわけです。というのは、オッツェの、岬の手前で、私たちは、昼食を食べたわけですよね。で、どう考えても2時か、遅くても3時。ということなんですね。ですから、オッツェの岬には、遅くとも4時には着いて、そして大地に、まあ、キスをしたのが4時前後ということになるわけです。で、しかし私は2時か3時ではないかと思うんですけどもね。そして、帰りにアポロベイで、その、まあ、ピザを食べて出たら、もう、まあ、時刻的には7時過ぎになっていたわけです。ですから、オツエからアポロベイまでは、まあ、時間にして2、30分しかかからない位置だったんですよね。で、まあ、アポロベイ着いた時にお腹が空いていたから、まあ、それを食べたと。まあ、ピザを食べたということですね。で、どう考えても時間が合わないんですよね。で、その話をまあ、その時に、ジーロンの彼の部屋にですね、もう一つベッドがありましたので、そのベッドに座りながら、その話をしたわけです。そしたら、その友人が言うにはね、彼も、そうだな、おかしいな、ってことを言い出したわけです。で、時間が合わないんですよね。っていうのは、もう繰り返しになりますけども、まあ、遅い朝食を食べて、そして、オツへ向かって、オツへの手前で、昼食を食べて、そして、オツへ着いたと。そして、まあ、遅くとも3時、4時にはもう、おつえについてるわけですね。もっと早かったかもしれません。そして、おつえで眠ってしまったわけです。そして、起き上がって、アポロベイですね。ちょうど中間にありますアポロベイのところやってきて、ピザを食べた。そして、ピザを食べて、レストランを出たら真っ暗になっていた。時間的にはもう7時半、7時過ぎになっていたわけです。となりますと、私たちは、オツエのノッパラの炎天下のね、広場で数時間以上眠っていたということになるわけです。いや、そんなことはあり得るだろうかということになるわけですよね。炎天下ですから。まあ、それも正座したままでね、数時間眠ったということになります。これが私が経験した奇妙な経験ですけども、その後ですね、まあ私たちはアブダクションという言葉を知りました。まあそういったそのこともあるんだということを知りましてね、まさか自分の身にそんなことが起きるとは思ってませんでしたし、今もはそれは半信半疑と言いますか、確証はありませんのでね、しかし流れから見ると、この時に大変奇妙な出来事が私たちに起きた。らしいということが、後々、それもですね、10年ぐらい経ってから、だんだん分かってきた、ということになります。これが私が、オツエで経験した奇妙な経験ということになります。
ということで、私が、まあ、皆さんに、話した話はですね、まあ、事実だということで話します。で、その時の友達の D 君は、その後、オーストラリアのですね、国防省に入って、そして、その後ですね、さらに、オーストラリアメルボルンのね、M 大学の教授職を務めまして、今から、まあ、4、5年前に退職しました。以上が、まあ、今日皆さんにお伝えできる、私がした奇妙な経験ということになります。Bye. 続いて、English Edition です。In early 1971, sometime in February or March in 1971, I was staying in a beach house of an Australian friend of mine near a small fisherman's village named Lawn, Victoria, Australia. His name is Dennis Kay. It was midsummer time, but I remember nothing about the climate in those days while I was spending the last summer days swimming all day long with my friend in his beach house. The house is just by the side of a road named the Great Ocean Road, constructed by ex-soldiers after the World War the First, and its memorial gate is there about a few minutes walk from the house. Today's story is about a very strange experience I had there with my friend while I was staying with him in Australia, though I knew nothing about it and I even knew nothing about what it meant to us at that time. Or, I never thought it was strange to us at that time when it happened to us. Here is a fact, only a fact I had experienced about which I don't care at all how you may think about it. One day in the late morning, or it was our custom to get up late every day at around 8 or 9 o'clock, and then I just think it was around that time on that day too when we got up as usual, since we are very lazy boys doing nothing much but sleeping, talking, drinking, and swimming, and so often we made a short trips around the beach house. In most cases, that small fisherman's town, Lawn, is the most comfortable place to visit for small lunch. There were several bars and milk bars there, and often some other friends from Melbourne University came to meet us there. After we had a late breakfast, my friend and I left the beach house with a basket full of some food and fruits, most probably around 11 o'clock or so, at least before noon. I don't remember what time it was, but his mother prepared the lunch basket for us just for lunch. Anyway, we left the house before lunchtime. We drove a car south down to Lawn and Apollo Bay, which is another one of the largest towns on the beach. Then we got there at a spot near Cape Otway. And then we drove a car into the bush near the road, and we had a late lunch sitting on a bonnet of the car. I am not sure what time it was, but here I can just say that we had our late lunch
in the afternoon. One thing I remember is that we met a guy in Australia, they say a bloke, in Lund on the way to Cape Otway and talked with him for a while. He was an artist and he showed some paintings he painted, but not for such a long time. He was different and not at all friendly to us, as usual, for such an artist. The distance between the beach house of my friend to Lawn is much less than half an hour or so, and about 65 kilometers to Cape Otway, or I may say less than 2 hour drive by car. The Great Ocean Road is a beautiful highway type road. We got to Cape Otway at that around time about 3 or 4 o'clock latest, but not later than that. Since we had our late lunch in the bush, and from the bush it took us only half an hour or less than half an hour from the bush to Cape Otway, where there stood one whitish lighthouse in a spacious open land. I remember only the lighthouse and nothing more than that there was except the lighthouse. But we did not go to the lighthouse, but we sat down on rough grass to do something. We sat on the grass and one of us suggested to do something for our memory, because Cape Otway is the most southern part of the Australia continent. And we sat on the grass holding our legs like Muslims and then bowed towards the ground and kissed it. We kissed the ground with our palms open to the ground. Then, very strangely, both of us might have fallen to sleep very suddenly. The next things I remember is that I woke up and sat up from the ground while I was looking aside at my friend, who was also about to sit up at the same time together with me. I remember nothing else about what I did at that time at that place. I was very talkative boy, while my friend is very quiet, on the contrary, in a sense, and then we started driving back home toward Apollo Bay. We did not talk almost at all, and it was a very quiet driving back home. From Cape Otway to Apollo Bay, it was about 16 or 17 kilometers, or at most half an hour drive distance. When we arrived at Apollo Bay, we felt very hungry and dropped at a restaurant on the street where we had pizza. When we left the restaurant, it was completely dark at night. This is a story and nothing else I can add to it. Then after a week or so, I was in a bed in a room of my friend's house in Geelong, the biggest city after Melbourne in Victoria, Australia. It was before midnight, and I started talking with my friend like this way. Dennis, don't you think it strange that we had our lunch on that day somewhere in the bush near the Cape Otway? I mean, don't you think that it is strange that it was dark at night when we left the restaurant in Apollo Bay after having some pizza? It was almost 7 o'clock in the evening, I guess. Then just think that
We slept on the rough grass at least for a few hours before we got up. It was a hot summer day, and then how could we sleep on the grass? We got to Cape Otway at around 3 or 4 latest on that day, and it took only half an hour from Cape Otway to Apollo Bay, or less than that, or I may say earlier than 3 o'clock, though I ain't sure. We did nothing else but walked around there for some time and kissed the ground there like Muslims. That is all we did, and we came back home toward Apollo Bay. Why was it so dark, dark enough when we left the restaurant? I mean, we lost a few hours there on the grass, and we slept for a few hours under the burning hot sun. Was it possible? This was what I talked to him in his room. Dennis was there on his bed and nodding, sometimes without saying anything. I promise you, we knew nothing about the aliens' abduction in those days, but after 10 years or so, I knew about it under the name of abduction. They said some people were abducted by aliens for some purpose and for some reason. Were we abducted on that day at Cape Otway? Dennis has visited Japan so often after that, and sometimes we talked about the day at Cape Otway with that strange experience. Only what he replied to my talking is that, Hiroshi, if you say so, you are correct. This is a story that I can talk for today. I promise I am honest, and I swear nothing is false here in this story. You be the judge. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan.